20世紀のパリは、ジュール・ベルヌが1863年に執筆した、ベルヌ初の SF 未来小説。1863年に出版され好評を博した、初の長編小説、気球に乗って5週間に次いで執筆されたが、長らく未発表の幻の作品となっていた。100年後の1960年8月13日、16歳のミッシェルは、パリの 教育金融総合校舎を優秀な成績で卒業するが受賞式で長賞を浴びる。実は20世紀のフランスは科学万能主義が支配し文化や芸術は金銭換算でのみ評価され政治も世襲政治家によって占められておりミシェルの先行するラテン語や詩には何の価値も与えられていなかった。世の中を動かす巨大な計算機が差配する街には 地下や高架を走る鉄道や太陽に匹敵する照明の照らし出す大通りをガスで走る馬のいらない馬車が埋め尽くしていた。そして交通渋滞や大気汚染の蔓延する社会で石油から合成されたパンを食す人々の心はないがしろにされ友情や家族の縁も薄れていた。失意のうちに銀行で計算機を扱う職に就いたミッシェルは ある日、恩師の娘に恋をする。ママならの日々の中でパリは大寒波に見舞われ、ミシェルは食を失い無一ンとなってしまう。そして、泣けなしの小銭で、パンではなく、彼女に贈るため花を買うのだった。今日で言う、ディストピアを描き、ベルヌが生きていた19世紀における、科学、産業革命を称賛する風潮とは一線を隠した内容となっていたため、出版社はこれを、 暗く高等無形な作品として出版しなかった。本作はその後、ベルヌの手元に施造され、死後に発表された未発表作品の目録に名前のみ存在し、研究者などからは幻の作品と呼ばれていたが、1991年、早尊のジャンベルヌによって偶然発見され、1994年にフランスとアメリカで、翌年には日本でも出版された。 ありがとうございます。